はい、皆さんこんにちは、アチでございます。大航海時代ですね、やっていきたいと思います。ここで私がしないといけないのは司令で人事で船長でいいのかな、あ、上官か。船を A にマルコさん、 B に私っていう感じにして、この状態で闘病ね。いやー、もう今回ね、かなりケチくさくいきますよ。まずこちらに行って編成で英語で売りますから、あ、そうか、英語で何も積んでなかったのか。そうだ、それ見越してたんだ。選手場は船を災害から守る。うん、こんなんも後でいいでしょう。宇宙、ね、ボルド周りとかでは起きたことないんでね、災害はね。で、売却ね、はい、英語って。そうだ、クルーが乗ってんだ。忘れてた。で、編成ね。0で、こっちを20にして、この乗組員にもね、経験値があったと今思ったんだけど、それダメだね。経験値があったら私バンバン首切ってくから、で、バンバンなくなるもんね、乗組員はね。乗組員は、もう、船のステータスにしかなってないんでね。え、攻撃力、防御力、ヒットポイントだっけ？それが、乗組員だっけ？なんかね、そんなことをお聞きしましたけど。はい、英語とおります。傷んでるじゃねえか。いや、あんたのとこで買ったんだよと思ったんだけど、違うんだね。中古買いましょう。で、次は、レドンダ。ゆっくりくり上げていきましょうか。四角砲の小型船だ。あ、ちょっと待って。ノーだ。多分ね、ラテンのね、四角砲がレドンダだと思うんですよ。で、なお、ベルガンティンの方がいいかな。ベルガンティン。はい。4005枚。高いな、ノーにしたら。あ、これは値引けるんだ。4300。よし。じゃあ、これはまた英語でね。あら？あらら？よいしょ。はい。うん。で、修理いるんでしょ？はい。で、で、改造法を、四角法ね。うん。で、選手像まだいらないから、王女様見たことがありますかい？貪欲の王女様ね。まあ、貪欲でもないのか、私が挙げてるから。で、これにおいて、まずやらないといけないことは、乗組員だね。で、集めましょう。20人ぐらい欲しいね、一気にね。300ぐらいでどうでしょう。あ、14人。はい。あ、14人。あ、もう一回集めましょうか。50。4人。18人。19人。19人同士でいいでしょう。うん。そんな気がしてきました。で、引いて、で、ここで、商品買いましょうね。これどうだろう。ちょっと待ってね。さっきこっちだね。水が、こっちも10。食料、こっちも10。で、これで、商品買いましょうね。あ、砂糖下がってるわ。よかった。レートが下がってきてんだね。ノーで23ぐらいでしか買えないんだよね。あ、85も積めるから。はい、ノー24だね。52ほど。で、積んで、で、出かけましょう。
はい、行きましょうね、上にね、で、ボルドーもどん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 投資、ああ、でもあれかな。おい。おお、違う。悩ましいね。いつ投資できるのか。今買える船は、カラックまででしたっけぐらいになるので、商品売りましょう。砂糖ね。砂糖85売って、商品売りましょうね、と。52。で、で、補給ね、水。22あんのか。あ、いや、違うわ。11あるから。ああ、11も残ってんのか。ああ、となると、帰り行けるんだね、この量で。行けるね。え、こんなもんで行けたっけ？ 9日。ああ、4日。ちょっとだけ増やしときましょうか。2タル。で、食料。こっちも2タル増やしときましょう。さあ、じゃあ、買い漁っていきましょうね。で、商品買いましょう。陶磁器。ああ、陶磁器に上がってる。陶磁器がすっごいに上がってきてる。ああ、ここは物価が上がってんのか。仕方ないね。ああ、そうだね。まあでもまだ向こうでリハーバー取れるので、よいしょ。三角できないかな。もう一個行っていいんだよね。そうだ、もう一個行っていい。で、ここの辺で、この辺で下がる。ああ、違った。違っちゃったね。よいしょ。ギリギリだね、食料。お、どこ行くの？よし。ちょっと寄り道したらなくなるね。ちょっと寄り道したら、ああ、マルコさん。上がりました、公開レベルが。さあ、じゃあ売りに行きましょうか。まだ106維持できてるから。まあ結局ね、高いところには安いものも高く売れるからね。高く買っちゃうけど。まあ、使えるうちはどんどん使っておきましょう。何？これだね。2万枚超えたかな？マルコさんレベル上がったので、マルコさんの船も変えちゃおうか。あ、またあれか。また、あ、そっか。マルコさんが今あれ乗ってんだ。ベルガンディ乗ってんだ。しまった。私乗ってないね。また入れ替えて。ということか。こっちに、13。で、こっちに13ね。で、マルコさんベルガンティに乗ってるんだから、もう私もう一個上のやつ乗ろうかな。まずいのかな。ちょっと人物見てみましょう。マルコさんがね、公開はレベル3です。私は、一緒ですね。じゃあ、あまり、5種類の骨があって、10ガリオンがレベル10でしょ。10ガリオンが 6目か。じゃあ、一つの船のラ、
何でしょう、グレードに対してレベルが2ぐらいで思ったらいいんですね。じゃあ私レベル4になってからもう一個上は乗りましょうか。そういう感じで持っていきましょう。乗り組員をまた減らさないと。ああ、いや、ダメ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 、いっぺん出ないといけないんだ。出航して、うん、出航して入れ替えないといけないんだ。よく考えたらベルガンティン彼が乗ってたんだね。で、ここで、でもよく考えたらレベル2でもよくベルガンティン乗れてたね。ということはもう一回上げてもいいのかな、レベル3だけど。それかガレオンぐらいから、あ、いや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 、なっちゃうのかな。A 号艇に私が、あ、B 号艇にマルコさん、A 号艇に私が乗って、で、もう一回闘病ね。この闘病するだけでも時間食っちゃうんだよね。はい、乗組員を編成しましょう。ゼロで、あ、間違えちゃった。こっちゼロだね。25人で、これで、で、いきましょうねと。あ、そっか、もう一人航海士を見つけたらいいだけの話なんだけど、まあまあ今はいいですか。どうせマルコさん以外、この、これだったらマルコさん以外集まらないもんね。傷んでるじゃねえか、この船は。せいぜい金が、うん、いいですよ、と。で、造船。で、中古だね。なおでもいいんじゃない？中型の造船で冒険の皆この船の風。見ましょうね。おぉ、1万か。高いな。まあ、いいでしょう。1万で手打たない？知らん野郎だって言われちゃった。ちょっとなおまで飛んじゃおう。なおよ、もう資格保だからね。はい。なおで1万500で。ああ、そんなダメかい？そんなダメだったかな。はい。1万。あ、もう買っちゃった。あ、まあいいや。はい。で、まあ、レベル2つ同じ。あ、ひょっとしたらこれあれかな？レベルとかいうよりも、あの、ステータス、能力値によるのかな？でも、10ガリオンはレベル10っていう、もうね、うん、聞いてたんで、なかなかあれですね。ならば、人増やしに、集めましょう。400。お、ちょうど20人集まったね。あ、ちょっと多いや。20人、60人詰めんだね。そうだね、これでとりあえず。仲間、バルボアさん。バルボアさん。はい。あ、人見て物言いく中。よいしょ、じゃあね。はい。で、商品買いましょう。あ、ちょっと待てよ。さっきこれだね。補給ね。11タルじゃ危ないんだね。あと5タル足しましょう。で、食料、あと5タル足しましょう。どちらかというと、船が少ないけども、船のグレードを上げていって商売してるっていう感じですね。早く、あれしないといけないね。投資合戦も始めないといけない気もしますね。商品買うだね。あ、砂糖ここ値下がってんだ、こっちは。22、73。商品を買う。買い切れるかな。23。あ、買い切れるね。買い切れるね。ああ、でもギリギリだね。ちょうどいい量といえばいい量か。多分向こうの商品は買えないか、買い切れないね。お金が多分なくなっちゃうね。はい。
よいしょ。いっと。よいしょ。で売りに行って商品を売る。で、あーやっぱ里高く買ってくれるね。相場高いので73で商品売るね。で310、これでお金がどれぐらいになったのかな。商品を買う、あさっきあっち行かないといけないね。こっちね、補給で7たる7たる、あーやっぱ10、7たるも余った。あーじゃあまあ6たるで、食料も6たるにしましょう。13たるあったらいけるのかな。結構燃費いい気がするな。さあ商品買いましょう。こっちが全然あれだね、乗り換えても、うちの航海士ニコルさんだっけ、全然乗り換えても問題ないね。陶磁器高いけど、まだまだいけるでしょう。で商品買う、あしまったね、たくさんのほど飽きないの大きい、取引の大きいのを先買わないといけないね。まあまあ悪くないね。はい、出ていきましょう。これ本線よりも面白くなったらどうしよう今やってる方のね、実況より、あもうこれ流すときは大公開して終わってから流すかな、わかんないね正直どうしていいのか、私もなんとも言い難いので。あーこれちょっと早いけど、そうだね、早かったね。え、ちょっと待って、なくなっちゃったえまた計算ミスった。お、コンディションガッター下がったね。うわー、危ない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 ね。ちょっと予算目に積んどかないといけないねこれね。はい、提督どこ行きましょうか。商品売ります。はい、あ陶磁器ちょっと高く売れるね。商品売りましょう。284と、これでいくらになったのかな。でこっちでちょっと買いましょうか、補給ね。ちょっと多めに買いましょうか。15、15、いやさっき15でダメだったね、20にしようか。でここで商品買いましょう。砂糖、砂糖がさらに安くなってる。21、いい加減買えなくなるでしょうねまだこれね。商品を買う。の21でね、310。ああ、でもお金3万6000いってるね。次、また船でかくしようかな。大海原に出るには最低でもっと。一応、仲間、バルボーさんダメだね。人見て物言いなだから。ちょっと酒飲みましょうか。俺たちの仲間がイサムの首輪の皆殺しにするぞ。あ、これ海賊が言ってんのかな。あ、この人、なんとかさんのモンタージュ違いだ。ああじゃないか。あ、誰だっけ、うちのね、今もうなかなか強い人ですね。今、私が、第5回でやってる方でね、もう一個の。で、積んだ補給したっけ。あ、してるね。じゃあ、あともう出るだけだから。はい。で次帰ってきたらまた船買い替えましょうか。ちょっとボルドで人を探してみましょう。よいしょ。
きはいいんだね。そうそうそう、行きはいいんだわ。追い風だから。問題は帰りだね。そう、行きはだからこんな早いから余るんだ。一応20ずつ積むようにしましょうか。もうそろそろお金が余るとかなんか言われそうな気がせんでもないんで、さあ商品売りましょう。あ、砂糖じゃ無理か。うん、商品がなくなったね、さっきね。うん、次あふれるね、きっと。まだまだいきますね。イエスの83。あ、また同じことやっちゃった。こっちを先にやらないといけないのに、飽きない大きいんでね。同じミスを何度もしてしまいます。さあ仲間に誘う、あ、いませんか。じゃあね、出ましょうか。次、あ、でも一人欲しいな、正直。もう一人欲しい、欲しくなってきちゃった。あ、11の食料はダメだ。補給ね、水。おお同じパターンか、これ。しまった。行っちゃおう。次、金。余るな。船、買い替えるか、また。ああ、やっぱ遅いね、こっち。コンディションまた下がるわしまったー。はい、分かってますよ。こうかな。もう一回、あ、もう一回、もう一回、もう一回、そこ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 で下だね。おお、コンディションがめっちゃ下がってる。これはまずい。逃げちゃうんでしたっけ。あ、私の提督、あ、しまった。あー、入れ替えるの忘れてた。はい、商品売りましょう。こっちからね。あー、陶磁器下がってきてんね。はい、で商品売りましょうね。今度こっちの、はい、57。あ、うん、お金がいっぱいになっちゃったね。はい、金が目いっぱいになったので、どうしようかな。カラックまで行っちゃうか。ちょっと待ってくださいね。私レベル4になったでしょ。85、83、89、80、70。ああ、うん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 。じゃあね、いいの買っちゃおうか。うん、いい船買っちゃおう。で、補給ね。水。もうこれは常に20積んでないとダメだね。で、食料。これも、食料ね。20積んで。で、出航。あら、乗組員が3人になってる。B 号艇。逃げたか。逃げたか、まあ、ちょっとご病気でお亡くなりになられたかなという。海の上だから逃げれないよね。で、ここで、司令の人事上官。次は、A 号艇を買い替えるので、私がこうだね。で、一応見とこっか。艦隊 A。マルコさん。うん、クリオ25人だもんね。これがあれだね。ああ、間違えちゃった。アイリスも寄りましょう。いやー、これ結構時間かかるね。もう私に、2、3時間くらいでもうカツンっていけるかなと思ったんですけど、ターボだから。思ってましたが、はい、乗組員を編成しましょう。
こっちを0、こっちを35。で、仲間いますか？ああ、ファスコさん。ああ、ダメだね。まあ、リスボンなんかいろいろ、人が結構来てくれてる。うわ、何してんの？うわ、やっちゃった。また一日無駄に使っちゃった。このほんと右下のアイコンね、これほんと無駄だよね。売却。英語という売却。おう、ダメ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 。そうかそうか、荷物を積んでたんだ。こっちは、量変更。これ積み荷削除したらダメなんだよね、きっと。で、こっちだね。で、積み荷追加で、これを選んで1になって量変更だね。すんごい、すんごいなんか、すごいオペレーションだね。はいと。で、出港はせずに降りに行くと。売却ね。で、英語で売ります。はい。あ、やられたね、これ。貯金になってないね。後で見に行こう。貯金になってるかどうか。これもう溢れてんだよね、お金がね。あ、これでも1日経つのか。あ、いいのか、別に。四角砲だもんね。四角砲だったもんね。艦隊の情報。あ？あ、そう、買ってないのか。もう頭パニックになってきてる。立ち入り禁止である。え、はあ、そうか、そうか、そうか。うわあ、何これ。じゃあ結局貯金はできないのか。結局いろいろクエストこなさないといけないのか。名声上げないといけないのか。ということは結局、ああ、そういうことか。とりあえずやめよう。ああ、辛いことになったね。そういうことなのか、これ。ああ、貯金ができない。貯金ができないので、結局港を巡って、クエストこなさないといけないんだね。そうすると、自分がボルドーで、ボルドーかリスボンでクエストが出るまで待たない。ずっとやらないといけないのかな。いや、そういやお金ドブにするようなもんになってまうね。わー、そっか。厳しいね。これはちょっと辛いね。ちょっとこの次のパートやるかどうかわかりません。これお蔵入りになるかもしれませんね。というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。